フラン・ジョイド・ドレシャーはアメリカ合衆国の女優、コメディアン、活動家。彼女をスターにしたテレビドラマのザ・ナニーはエミー賞を受賞。彼女自身も二度のエミー賞とゴールデングローブ賞にノミネートされた。彼女の鼻にかかった声やクイーンズなまりの聞いた喋り方、マシンガンのような笑い方、そしてフジビ舞イをしているのが有名である。ニューヨーク市クイーンズ区フラッシング地区に住む 東ヨーロッパに起源を持つアシュケナジムの一家に生まれた。家族は両親と姉一人がいる。クイーンズ区の旧ーガーデンヒルで育った。学校では勉強熱心で人気のある少女だった。1973年にはミス・ニューヨークティーンエージャーで受験になった。クイーンズ区ジャマイカ地区のヒルコーレストハイスクールに通っていた時の地に、 彼女の夫となるピーター・マーク・ジェイコブソンに出会い、1978年、彼女が21歳の時に結婚した。彼女のブレイクは、大ヒット映画、サタデー・ナイト・フィーバーで、ジョン・トラボルタ演じる、主人公に、Are you as good in bed as you are, on the dance, floor, という人物の役から始まった。その後、アメリカンホットワックス・アラン・フリード物語、 ウェスクレーブンの戦慄の夏といった映画で注目を集め始める。ミロス・フォアマンの1981年の映画、ラグタイムでは、より重要な役を演じた。1980年代、ザ・ハリウッド・ナイツ、ダン・アイク・ロイドのドクター・デトロイトを探せ、ケビン・ベーコンのハリウッドに挑戦、UHF、キャデラック・マンといった映画で彼女は、性格俳優として成功し、ロブライナーの、 スパイナルタップでは、ボビー・フレックマンとしての役を盗んでしまう女を演じた。1994年には、第35回ミスター・ブラックウェルが選ぶ、女性ワーストドレッサーの8位にランクインし、1998年の美容師と野獣で、第18回、ゴールデン・ラズベリー賞最低主演女優賞にノミネートされた。2000年の子宮癌の体験から2008年に、 米国政府の民間外交施設に任命され、女性の健康問題で世界各地を訪問。同年の大統領選挙でヒラリー・クリントン議員を応援。ありがとうございます。